サッカーの元日本代表で今季限りでの現役引退を表明したベルギー一部シントトロイデンの FW 岡崎慎司38が17日東京都内で会見した引退理由について膝の怪我が一番の理由と語った引退の理由について膝の怪我が一番の理由とした試合で思うようなプレーができなくなり 悔しい思いを抱えていたことも明かした。昨年12月ぐらいにプレイできなくなるぐらいの怪我をして、サッカー人生で初めてやめたいと思った。燃え尽きるというか、このまま諦めたくない気持ちもあって、サッカー選手を作っていきたいという思い始めた時にサッカー選手ではないと思った、と続けた。選手生活についての後悔があるか問われ、後悔だらけ。ある意味、 目標を口にしたものはほとんど達成できてない、と唇を噛んだ。W 杯優勝、北京五輪、プレミアリーグ二桁得点、ビッグチームでのプレー40歳まで現役などの目標を挙げ、W 杯もワンチャンあると思っていたが、悔しさだけが残っている。でも間違いではなかった。次の人生の先を見れた、と悔やみつつも、第二の人生を見据えた。 日本代表では歴代3位の50得点を記録。しかし、その成績には満足していないと語気を強めた。もっと取れた、もっと記憶に残る重要なゴールを取れると思ってやってきた。貪欲さと言われることが悔しい、そのメンタリティがあったことが記録に残っているのかなと。代表活動において歴史的なゴールはないとしつつ、悔しさの方が残っているが、 W 杯最終予選アジア予選、南アフリカの時のゴールとか、嬉しかったゴールはたくさんある、と振り返った。代表活動を離れて、苦しい時期もあった。代表外れて最後の4年、改めて代表でプレーすることのやりがい、活躍して W 杯出たいと思って、スペイン2部からのし上がっていくと、と強い気持ちを持っていたことを明かした。そして、 何よりも支えになったのは、仲間との会話だったという。香川と同じ境遇にいて、彼とそういう話をすることで救われた、話すことで助けられた。向こうも刺激になったと思う。その存在があったから最後の4から5年頑張れたかな、と元日本代表 FW 香川慎司、c 大阪への感謝を口にした。 代名詞のダイビングヘッドと泥臭いプレーで抜群の得点感覚と決定力を発揮し、日本代表で歴代3位の50得点を記録したストライカー。5年の清水加入時は FW が8人いた中で8番手の評価だったというが、攻守に努力を惜しまないプレースタイルで日本代表まで駆け上がった。W 杯には10年、南アフリカ大会から3大会連続で出場。 11年1月のシュツットガルト遺跡からマインツを経て15年夏にはレスターに加入した。1年目に世界最高峰のイングランドプレミアリーグで36試合5得点を記録してクラブ創設132年目で奇跡的な優勝を果たしたミラクルレスターの一員として名前を残した。今後は欧州で指導者として後進の育成にあたる。 14年にはかつて所属したドイツのマインツに自ら、バサラ・マインツ、現六部を創設。バサラ・兵庫、関西一部と共に育成型クラブとして運営に携わってきた。シントトロイデンで現役最後の出場となった5月17日の今季ホーム最終戦後にはベルギーの地元メディアに、欧州でコーチになりたい。選手時代よりも優れた指導者になるだろう。 いつか監督としてシントトロイデンに戻るかも。そうなれば素晴らしい、と夢を語っていた。指導者としても泥臭く道を切り開き、ステップアップを図っていく。